お疲れ様です。今日はこちらのマザネクロイジャーやっていきます。ということでね、俺の大好きなマザネクちゃんが今そこそこに使われてるかな。はい、ということでやっていきます。まあ、ロイジャーはもちろん、まあ、ロイジャー以外、キョスケロイホグのマザネクとかでも使われてるかな。さあよろしく。で、まあ、違う方のロイジャーとか。まあでも、主にはそのあたりでね、だいぶ使われているということで、やっていきます。はい。まあ、マザネク、とりあえず相手が5持ってなかったら強いです。はい。で、5持ってても、こういうね、ザッピーとか、と組み合わせて、5枯渇としてね、使えるんで、まあ、5持ってる相手にも戦えるよと。腐ることからね。なんで、あんまないですね。さあ、で、今回の相手は、ゴブリン。珍しいぞ。かぐや様、こくらせたい。なんかアニメか漫画で1話だけぐらいしか知らねえから何も話せん。さあハンター来る。ハンターゴムコブリーはマジでわかんねえな。バルーンとか、え、さあまさかのまさかのなんか嫌なの来たけど、やぶねえ、これ耐えただろ多分。いや、いて、近いって。なんだこれ。キョスケの、いや、マジで、何、ロイジャイ、ロイジャイかな。さあ、まさかのキョスケ引っ張っちゃったけど、フィジカルでね、ユニットのフィジカルで、なんとか押して耐えました。マジで、何なんだこれ。キョスケ、あ、バルーンか。あ、そうです。キョスケハンターバルーンでしたね。よいしょ、危ねえ。もうね、タワー1個なくなってもおかしくないぐらいの大ピンチをくぐり抜けました。はい、懐かしいバルーンっすね。はいはいはい、なるほどなるほどなるほどと、コウモリがめんどくさいです。はい、マザネクはコウモリに強いんですけど、ほんでちょっとだけ重たいんでね、そこに至るまでがね。いやな、雨とこういうのちょっと行きたくなっちゃうですね。あ、ハンター咲いたらキョスケから、おお、いいキョスケだ。これでマザネクいっぱいブーにしてらっしゃい。そんなエイムがね、すごいよくうまくいかんのやな。よいしょ。でね、最近のバルーンはね、なんか5を一発で止まんなくなったんですよね。なぜか知らんけど、前まで5だけで止まってたんですけど。さあ、まあ耐えてはいるけどちょっと苦しい状況ですね。これ豚にしようぜ。しれっと、ああ豚にしたのに。せっかく、さあちょっと入っちゃうけど耐えて、もう一回耐えます。お、これは美味しくね。いや、めっちゃいいファイボ一発。一応暇、おー、暇なしスキル使うかと思ったけど、さあ危ない。危ない。だいぶ危なかったけど、さあなんとかね耐えてきました。まあ墓石でバルーン誘導とかホグ誘導もできるっていうのはね、ちょっとでかいかな。なんか墓石の奥がスケルトン部隊とか、一時期ねギャング強化された時はギャングのパターンもあったけど、まあギャングは今はないかな。スケブでもまあやっぱソウルコールとの組み合わせは強いので、まあスケブオア墓石ですね。僕は墓石派ですね。やっぱ誘導できるのが強いですね。ゴレとかエリジャイとかその辺にも戦いやすい気がします。うん、シバポイマスター、ヤキちゃんじゃん。サル気持ちいいね。
えぐいくらいんなマジ。まあまあまあ、はい、というわけで一旦待つか。でウッドもタルババでもいいと思うんですけど、まあウッドでええやろっていう感じですよね。さあモンクウッドか、クエイク打たないでほしいな。うっ、クエイクじゃない、幸せです、それだけで。さあビタスキルでスキルのため回収してもらって、なんだろうね、ロイシェイか。まあ一旦お相手の呪文チェックといきましょうか。ファイボなのかライトニングなのかという、打ってこなかったらライトニングですね。あー、ファイボでしたね、しっかり一応スキル使ったけどな、意味のあるのかっていう。めっちゃ溜まってる、これやばいです。まあでもファイボ使ったし、耐えたい、耐えさせてほしい。危ない。さあファイボか、ファイボだとねめちゃくちゃやりにくいんですよこれ。またそのロイジャイ対決での相手がファイボはねマジで不利です。全部解けます。はい、だいぶ嫌なマッチ引いたけど、まあ、気合で頑張れってやつですよね。気合で、はい、まあ、5ウッド打たれるだけ苦しいんで、まあどうしようほんまにどうしようって感じなんですけど、まあこっちに早く打たして、これ逆サイドも見えるけどな。お、なんかソウルコールがいける。お、ちょっとクリストトリトン用。おい、なんでやねん。いやでもいい、へばりつき合ってるあいつら顔面で。お、一発入った。ファイブとけんないっすね、多分。多分です、ちなみに。回せ、よしよしよし。さあ危ない、何とか勝っていく。グッドゲームね。まあスケギンのスキルがねやっぱあるから、そうファイボだからこその、まあ、今回はなかったけどインフェルノタワーとかボムタワーとか、まあ、施設の突破がだるい時もよくあるんですけど、そういうのも全部スケギンのスキルね。はい、うまいこと使って、キラリちゃんかわいい、よろしく。はい、っていう感じかな。さあ枯渇、スケギンのスキルの後ろロイとか、まあそれこそスケギンザッザッピーの2体とかで右攻めて、ザッピー1体側にロイジャイつけて両サイ攻めとかもありっすよね。いやマジで橋本プリン強すぎ。コカツちゃんですね。何コカツでしょうか。ナイトコカツ。マイティだったら嫌だったっちゃ嫌だったけど、まあまあ。行ってみてもいいんですけど、行って施設で止められて終わるだけなんで。もう一回マザネクで防衛したいですね。ブーで攻めちゃうか。あ、これですね、インフェなんですけど、スケキンのスキルでめっちゃ竹取れそう。しかもなんなら右よりも左の方が入るかもしれない。スケキンにインフェも使ってくれて、これは相手もね苦しいって言ってますね。使っちゃうか、楽しましたね。さあ次はザッピーか、マザネクあってればマザネクで守りたいけど、まあないんでザッピーで耐えか。インフェ枯渇か、宝石置いて、これはまあファイボでいっか、アイスピ飛んできたんで、ね、はい。さあという感じで耐えていきましょうか。
インフェな普通に嫌ですけどね。マジスケキンゲーです。ロイジャイというよりかは、またこのぼちぼちあるダメージで逃げる。ロケ削りがあるのか。ロケットダメージ落ちたとはいえみたいなとこあるよ。さあ、まあスケギンにインフィを使わしたいよね俺は。でまあここに一旦ゴブリンバレル来る。来ない。あ、さあインフィ使う。マジプリンスって嫌なんだよ。マジこれだけでね攻めが成り立つんですよね、ロイジャイの。一生この遠距離やろう。よしよしよし、またこれでいくよ。スキキン、スキキンザッピートリトンマザニク、もうこの隅っこ暮らしできちゃいます。はい、ダメージ入る。次のプリンにファイブ使いたいですね俺は。おっおっとっつってる。ほらこれ相手やってる香りがしますねこれだって相手ソウルコール使ってインフィを置いてもね、タゲがね、タゲが取れないし諦めましたね。てかロケットタワーに多分当たってないっすね。まあ当たっててもみたいなとこはだいぶあるけど、はい、芝ロケしてましたね。そうナイス。ちなみにまあ弱点は、まあなんだろうね、弱点はラバファイボとか厄介ですよね。はい、非常にラバファイボ厄介。ラバヤナメは相性が良くてもね、ラバファイボ厄介ですね。あとはまあ高回転ファイボウッドボムタワー、まあ大砲でも高回転ファイボウッドはねちょっと嫌ですね。マザネクも墓石とかも全部いかれちゃうんで。さあというわけでメガゴいたのかい、クラロアに見なさすぎてね消されたのかと思ってたあのそういえば強化されたわ。え、されたよ、されたされたされたはずっす。はい、フェニックス加砲で、あなたは強化してあげるようで強化されてましたね。いやなんかおかしいですよ。でもスパーキーもグー、ちょっとコスト使いすぎな気がする。おお、あなたもマザネク、私もマザネク、いて謎に一発許すえ、なんか珍しいのか、ザッピーマザネクね。同じですね俺とメガゴね、マジ同じだ。同じだけど俺にはファイボがあるんで、まあ守ってファイボ打っとけいいよな、しっかりね。ザッピーいたな。ロイジェで攻めてザッピー出てきてファイボ打ったら、ゴブジャイのスパーキーの後ろのあのマザネクに無双されてグッドゲームパターンが見えたんで、一回行かないソウルコール溜まるのはありがてえな。はい、よし、墓石はちょっといいよ。おい、スケキン、お前頑張れ。マザネビーなんで、あのザッピーとかにしたくないよ。よし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 、待ってましたよで、こういうとこで、ちょっと相手がね、甘えてくれると、行きたくはなってくるが、まだいい。陰キャするよ、俺は。しっかり。相手だって、呪文ないもん。中活呪文ないの知ってるかな。一生耐えるから、俺。てか俺これで勝てるっすよこんな試合ね見たくない人もいるかも。でこれはねちょっと甘えてない、こんだけいるのにケツスパはと思いまして。しかもトリトンにだけ行くですよね、だいぶ入るっすよね、マニーさん。でまた同じですまた同じだぞ。お、帰ってきました、ね。まあ、帰ってきたけど同じみたいなとこあるよ。ヤラメが飛んでくる。
これやばいかな。オブジェ来たらやばかったですね。まあ来なかったんで、でもアドがちょっとやばくなってきた。汗おお、まさかのライトニング飛んできた。ライトニングはびっくりですけど鉄壁です引きこもります。本気の引きこもり。ライトなのか、ライトならやばいね。ライトならやばいけどこの引きこもりもやばい。耐えれるかな耐えれるかなと思いながら、いやでも硬いぞこれ硬すぎるぞ。もうマサネクで豚にした時間稼ぎもあるんでね。このね、そのイモルっていうのもやっぱクララは大事ですからね。どんだけ形組まれてもイモれるかどうか。ソウルコール、はい、そう、斜めライトでしたね。斜めファイボとかだったら多分終わってましたけどね。そう、やライトだと突破できませんよと、まあ、呪文で削られるんでね、そこだけ気つけとけば。さあ特別セールが来るが、まあ、全然いらないっすね。はい、もうホール缶なんでね。たまにね、なんか言われるんですけど、コメント欄でラッツさん宝箱なんだっけないんすかって言われるんですけど、いや全部金なだけで、金もほぼフル缶なんでいらないんですよね。そう、まあ、新カード来た時用に取ってますね。なんでまああとなんかいいじゃないですか、全部揃ってると見栄え的なそれで残してる、はい、それだけです。ザッピーが多いですね。マジメタがねえ、うん、セパしとけえんでね。え、マジでほんまにマザネクザッピーしこらんや。お、ああこれロイジャイじゃねえ、ロイホグっすね、キョスキロイホグっすね。トリトンとホバリングもいるかな。でホバが出てこなかったらミラーです。はい、なんでこれマザネクも咲いてるんで、あ、出てきたんでミラーはないですね。これ多分ソウルコールすると矢波使ってくれそう。使わないかな、使わないとやばいけど。で焦って使うっすね。え、ほんまに言うてる、ほんまに、それはダメな強矢でいやバカ入った。あ、これはいい強矢だと思いますで今回の相手はあの矢の雨なんでテンプレ出さない、矢の雨1枚だけなんで、まあ、ザッピーとかマザネクとか後ろめに置いとけば強いですね。でログ固めてきたらもう早ぶっちゃうぜ。おお危ね、しっかりトリトンね引っ張ろうとしてました。さあ低めで安心安全。まあ、ザッピーには早ぶったらね良くないですね。マザネク、マザネクにできるだけファイボ徹底したい。まあ嫌だったら、嫌だっていうか大丈夫そうだったら普通に耐えて、ロイホグとかもめんどかったらファイボ防衛で耐えていいっすね。もうあと319なんで、あの射線って感じでもう一回あの隠居します。あ、これマジマザネク徹底でいいと思います。ホバー、ホバーぐらいだったらね何とでもなりそうだけどな、何とでもなるかなこれ何とでもなると思います。まあ何とかなりそうだね。すごい、マジマザネクっす俺のマックス。いやー型、はい、なんでもロックスロイジャー行ってみたいな感じですけど、もう勝ってるんで最後まで耐えれば勝ちいいっす。いやマジで鉄壁なんだよな硬すぎて、硬すぎて硬すぎて、もう相手も、はい、引き続きしていきます。でまあ5打たせないように相手も高めにね、
いや、あのホバずっとおるやん。いや、あのホバファイブをさすがに打ってもいいかも。さすがに打ってもいいかと思いながら、いや、打たなくてもいいっすよ。マザネックなんでね、俺の負け筋は。マザネック以外は自力で、タワーにファイブも負け筋なんで、ウッドでチマチマ。いや、これがね、負け筋をなくすっていう戦い方ですよ、最後の最後の。でこの豚で勝ったくさくね。あ、これタワーでよかったっすね。はい、別に遅延煽りでもなんでもないんですけど、ウッドで落ちんのかな。落ちません。はい、というわけで、まあ、冷静にね、何にファイブ打っちゃうとまずいのかっていうところで、ホバに打っちゃうとマザネクの豚無双されて危ない危ないでね、事故るのが一番可能性高かったんで、そこだけ注意していくと、まあ安定できるかなって感じですね。さあマジでマザネク自体が来てる。相手のバナーまでもマザネクマザネクに染まってるぞ。おい、さあ見せてくれ。いや、バナーにするぐらいやったらぽいけどな。はい、おー、宝石ね。まあ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 、ラバもあるし、スケラもある。やばーすぎー、お前しかおらんやん今日。いや、ちょっと多いしな、もう豚やばくね。いや、しかもミラーだ、ミラーだるいな。全然負けられる。さあ本当に今の関係はマザネク強いです。嘘じゃないです、どっからどう見ても嘘じゃないです。まあマザネクに敗北ってかな。序盤はザッピー咲いた後のロイは結構チャンスですね。敗北ちてえけど打たない方がいい気がする。すげえな、こんなに。これ相手がさ、マザネクザッピーのサイクルでカード割いてるんですよ。トリトン、こっち引っ張ってもらう。これ意味なかったかな、なんか微妙だな、めちゃめちゃくちゃ微妙なロイした。普通にビシロでよかった。さあミラーだけどちょっと、もうめんどい正直のとこめんどい、わかんない。さあこれはまあ5打たれていいよの普通に下して、いやいや痛い、思ってるより痛い。ブー頑張れ。あれな、次ちょっとザッピーに5打って、あーめっちゃいいやんそれ。一回これは危ないんでしっかり。おお、ミラータケツこべ。いや、相手がでも結構マザネク雑に裂いてくれてる気がする。一旦ダメージ追いついて、はい。これは攻めても全ているんでダメっすね、さすがに言ったら。一旦守りのサイクルだよ。ザッピーってウッド2周ぐらい死にそうじゃね、死にそうだな。ファイブってくんねえかな、さすがに打たんかこんなん。あのトリトンちょっとやばい気がする。引っ張る。
発入れちゃった。入んねえかな。これいらんかったかな。やばい。うわうわえ、負けました。ミラー、完全ミラーでした。ウッド一緒でボス切りでしょ、マザネクザって。いや完全ミラー負けましたね。いやちょっと正解はね、分からず。いやザッピー固められたの普通に嫌でしたけどね。いやちょっと悔しいですね。いやでもマジで環境やばっ。マザニクザッピー自体来てる。クラロはまだ122試合しかねしたことないプレイヤーに負けました。天才ですこいつ天才です。120試合でしょ。うわ俺やば。俺クラロは7年やっとんよ。もうね、何十万回試合してると思って、何百万ね、その領域ですけどね。100回に負けました。天才だ。もう負けられん。ショックだな。さあタラババクル、エリージャイとか来てくれたらもう超気持ちいい。ボサギもあるしトリトンもあるしみたいな。タルメガゴか。タルメガゴスケフリ。おー珍しいねこれ。またゴブグレです。まだもうスケラフリーズの可能性はある、ね、マザン。おこれは絶対美味しい。いやおお、また多いな。いやこれマジでまだスケラフリーズの可能性があります。相手このタイミングで来られるとちょっと危ないから、端前メガゴスケラ的なね可能性あります。来なかったけどスケフリー、スケフリーだろしかない。で穴目持ちなんで、まあ墓石はスケラ用に後ろ置いとけば強そうですけど、前でもいい。さあだいぶ入っちゃう。このグッドゲームはオイラコスト使っちゃったよ。止まんないよ。グッドゲームだったらいいな。まあグッドいらんかったかな。まあまあこれ粘れば絶対俺の方が相性いいんで、今すぐ500ダメージ得るよりは今抑えてても後半に向けて頑張った方がいい。ここの位置の墓石強いですよ。スケラに対してね。さあヤナム削り来るが、俺はファイブ削りやっぜい。ザッピーがマイキーにも強い。アウトローの方が危ないですよ。まあ、これはグッドゲームです。この後が止まんないはず。うわすごい地獄。ああ右も左もどっこ一緒ですね。さあなのでしっかり一回耐えたことがねでかかったかな。やっぱ攻めたくなっちゃうんだけどね。神相性だからこその、さあナイス耐え。ちなみに
今俺マザネク3連チャン引いてたから、今の対戦相手もワンチャン席俺がね当たったやつらと当たってマザネクに今負けて、もう一回マザネク引いて負けて、最後もう一回マザネク引いて負けるプランも見える。鬼の3連敗も見えそうだけど、今マザネクがうじゃうじゃいる。ここにさあ来た本戦よ。勝てば12だけど負ければチリ。アイスピ、あーホグかな、これ、ね、近畿できねえな、もう次のせいで。あーこれもだいぶきついやつやん。ホグクエイクっすね。まあ迫撃か、まあ、とりあえずクエイクとはね渋いです。スケキンもだし、あとザッピーとかマザネクもクエイクットで飛んじゃうんですよ。スケキンはスキルで、スキルが無効化されるっていう意味ね。そうで、墓石も働かないでしょ。クエイクットはねマジであの絶望ってやつです。あ、着色うわ、うん、めっちゃ絶望のやつやん。同じで絶望です。まあワンチャンをつかむならスケキンっすね。結局これも大砲もあるんで、そのソウルコールで事故って事故って事故ってみたいな感じです。はい。キング起動したいけどな、セパってくるのもちょっといやらしいっすね。いや、ここもちょっと狙いどこかな。まあ、一旦行く。で、ソウルコール使います。対応が早いですね、この。でもこれデリも使って、ちょっとうざいぞ。結構きつい。このダメージ大事。いや、デリもあんの早っ。いや、しかももう一回ブーがいける。おかわりブーだ。いや、タイム使ってくれる。いや、そう、こんな感じでね、ワンチャンはあります。スケキンロイからの。まだ耐えっす。暇すぎて5打っちゃった。この逆サイドで耐えたい。いや、これ右がちょっと見えるんだよな。いや、相手の防衛も、まあ、俺のメインは左なんで、まあ、いいとし。いきます。よしよし、スケキンの方に相手の視線が行ってるから、トリトンがひばりついてる。いえ、落ちまよし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 、でかすぎるさ。これです。でもスケキンドリーム意外とスケキンの時がやっぱ苦しいんですね。よし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 、さあという感じで勝っていくしかない。さあ、まあ全部お金です。というわけでマザネ行くね。あの、めっちゃ強いです。マザネクバーです。皆さんもぜひやってみてください。では、お疲れ様。またね。